ジョージ・ウィリアム・ニコルソンは、ニュージーランドのラグビーユニオン選手。1903年から1907年にかけて、ラグビーニュージーランド代表、オールブラックスに選出された。オークランドのクラブチームで競技を始め、1901年にオークランド代表に選出された。1902年シーズンを北島で活動した後、1903年のオーストラリア遠征にて、 ニュージーランド代表に選出された。この遠征にてニコルソンはシドニーでオーストラリア代表と対戦し、最初のテストマッチを経験した。彼は翌年もニュージーランド代表に選出され、ニュージーランド遠征中のブリティッシュアイルズと対戦した。1905年から1906年まではオリジナルオールブラックスにて欧州、北米遠征に参加。 ニュージーランド代表にとって初めての北半球遠征において彼は20試合に出場したがテストマッチへの出場はならなかった。ニュージーランドに帰国後彼は1907年から主たる活動をボンソンビーのクラブチームに切り替えた。彼のオールブラックスでの最後のテストマッチは同年のオーストラリア戦2試合であった。ラグビー選手生活を引退後彼はスポーツの審判員や 選抜委員、運営役員として活動。彼は1905年のオリジナルオールブラックスの最後の存命者であり、ニュージーランドラグビー協会の創立75周年、記念行事に参加した。ジョージ・ウィリアム・ニコルソンは1878年8月3日に、ニュージーランドのオークランドで誕生。ニュートン・イースト・スクールで教育を受け、オークランド市内のクラブでラグビー競技を始めた。 彼は1901年にオークランド選抜に選ばれ、1902年に南北対抗戦に出場2014で南東に敗れた。翌年ニュージーランド代表に選ばれオーストラリア遠征に参加。オーストラリア戦でテストマッチ初出場を果たした。ありがとうございます。